ビッツェンハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー郡に属する市である。この町は1225年に都市圏を獲得し、1974年まで郡庁、所在地であった。カッセル大学はビッツェンハウゼンにキャンパスを有しており、ドイツで唯一のエコロジー農学科が置かれている。これによりビッツェンハウゼンは、ドイツで最も小さな大学都市となっている。 また、この町には、環境工学、農業学、造園学、景観造形学の教育施設がある。この町は1983年に生ゴミ専用容器を発明したことや、西洋みラの栽培でも全国的に知られている。ここは、ヨーロッパ最大の密集した西洋みラ栽培地域である。西洋み桜は、ビッツェンハウゼンの伝統であり、毎年7月には、 ケスパー・アキルメスが開催され、桜ん坊の女王が選ばれる。ビッツンハウゼンは、マイスナー・カウフンガー、バルト自然公園に囲まれたカウフンゲンの森の北東斜面に位置している。この町は、ゲルスター川が、ベラ川に注ぐ合流点にあり、カッセルの東約30キロメートル。 ハンミュンデンの東南東 16km、ゲッティンゲンの南 25km、エシュベーゲの北西 23km にあたる。ビッツェンハウゼンは、北は、ハンミュンデンとロスドルフ及びフリートラント、東は、ノヤイ・イヒエンベルクとボルンハーゲン及びリンデベラ、南は、バート・ゾーデン・アレンドルフとムロース・アルメローデ及び、市町村に属さない地域であるグーツ・ベツ・イルク・カウフ・ウンガー、バルト、西は、 シュタウフェンベルクと境を接する。ベルレスハウゼンの街並みこの街は、ビッシュハウゼンを含む、中核宿のほか、16宿を含む。ベラガワサガンにある、宿は、ブリッカースハウゼン、ドーレンバッハ、エディンゲローで、エルムシュベルト、フーベンローで、フンデルスハウゼン、クラインアルメローで、ロスバッハ、ベンダースハウゼン、ツイゲンハーゲンである。ベラガワウガンには、アルプスハウゼン、 ベルレプシュエレローデヒューベンタール、ゲルテンバッハ、ノイゼーゼン、ウンターリーデン、ベルレスハウゼンの格式が一致する。マテウス・メイリアムの同版画に描かれた1655年頃のビッツェンハウゼンかつてビッツェンハウゼンでは中世からワイン作りが行われていた。1226年の資料にはマインツ大司教にニフウーダーのワインを十分の一税として納めたと記されている。 1757年にも、ベラ川と現在の鉄道との間の日当たりの良い斜面で、ぶどう栽培が行われていた。現在では、連邦道 B85 線の街道名、通電・バインベルゲンあるいは、ウンターデン、バインベルゲンにその名残を留めている。2008年以後、地球温暖化を背景に、ここで、再びぶどう栽培の試みが行われている。1898年、 ドイツ食、これはドイツ植民地に入植する人のために農業教育を行う学校であった。現在はカッセル大学の文キャンパスがこれを引き継いでいる。ビッツェンハウゼン市長者ビッツェンハウゼンの市議会は37議席からなる。1979年以降、セイとビリエ、フィルトン、ビッツェンハウゼンは三社間相互姉妹協定を結んでいる。ビッツェンハウゼンと フィルトン、ビッツェンハウゼンとサンバリエとの間では定期的に交換留学を行っている。セインとビリエとビッツェンハウゼンとの姉妹都市協定は偶然の産物であった。サンバリエの当時の市長の姓がウィトセン・アデルマンであった。彼が1972年4月にドイツを旅した際、道路標識にビッツェンハウゼンという名前を見かけ、この町を訪ねたのが現在まで続く。 姉妹都市関係の始まりであった。この他に2002年から、カナダ、ブリティッシュコロンビア州100マイルハウスの高校と、ビッツェンハウゼン総合学校との間、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ターロック高校と、職業ギムナジウムとの間で、毎年交換留学が行われている。旧市街の木組建築、ビッツェンハウゼンはアウトバーン A7 号線及び A38 号線に近く、 ゲッティンゲイやカッセルに、瓶の良い位置にある。ドイツで最後の紙タバコメーカーグリムトライパル、クルーゼコタバックは、ビッツェンハウゼン・ウンターリーデンで製造を行っている。ビッツェンハウゼンの重要な雇用主は、約430人の従業員を要する、スウェンスコ・セルローザ・オクッチ・ベラゴットである。SCA はビッツェンハウゼンで、放送業者のための段ボール紙や、トイレットペーパーや、 キッチンペーパーといった衛生用紙を生産している。この他の重要な企業としては、レゲモートレンタイル、ビッツェンハウゼンの中核地区にある病院、フンデルスハウゼン地区にある石膏加工業者 VGO ース GMBH がある。ビッツェンハウゼン北駅連邦道 B27 号線、B80 号線、B451 号線を介して、この町は上位の道路網に接続している。 1> 約1 0トル離れたヘーデミュンデンには、連邦アウトバーン A7 号線のインターチェンジがある。また、フリートラント近郊には、ハレ方面へ向かうアウトバーン A38 号線のインターチェンジがある。これにより、ビッツェンハウゼンは、ドイツ観光街道のドイツ木組の家街道及び、ドイツメルヘン街道沿いに位置している。ビッツェンハウゼンには、ハレカッセル鉄道のアイヒエンベルクカッセル区間の、 駅、ビッツェンハウゼン北駅がある。この駅は、市街地北側の高台斜面にあり、カッセル、ゲッティンゲン、エアフルと晴ハレきの列車が発着する。かつては、市街地の南東にビッツェンハウゼン南駅があったが、アイヒエンベルクグロースアルメローデカンの、ゲルスタータール鉄道と共に廃止された。ゲルテンバッハクには、ハレカッセル鉄道のもう一つの駅がある。 ブルクベルククライダー飛行場は、ビッテンハウゼンの北西約3キロメートルにある。ありがとうございます。